はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、和光市で行われたユニーク植物即売会に行ってまいりましたので、買ってきた植物を開封していこうかなと思いますので、行かれた方もしくは行ったことないんだけど気になるよって方はぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それでは早速開封していきたいと思います。はい、ということで今回は即売会にね、久しぶりに行ってまいりました。昨年もね、サラセニアを買いに伺ったんですけれども、今年もいろんなサラセニアだったり植物が置いてありましたので、今回はね、買ってきたやつを開封していきたいと思います。ちなみにめちゃくちゃね、レアな子とかもいたので、私は買ってない、もともと家にいる子だったんですけれど、いたので、まあ、ぜひね、こう機会ある方は即売会足を運んでみてはいかがでしょうか。年に2回やるのかな去年いつ行ったか覚えてないんですけれども、まあ、あんまり和光の即売会っていうのはそんな頻繁なものではなかったと思うので、もし行かれる方はね、サンシャインシティなんかの即売会に行かれるといいのかなと思います。それでは早速何を買ってきたかご紹介していきたいと思います。今回買ってきた植物がこちら、じゃん。ということで、全然見えないっていうね今回結構でかいのとちっちゃい子がいるので分けてね、ご紹介していこうかなと思います。それではまずね、全部袋から出していきましょう。じゃん。ということで今回は5つなんですけれども、4つ紹介します。もう1個は別の機会にご紹介しようかなと思います。もう1個の方もね、見せられる状態になったら見せようかなって思いますので、楽しみにお待ちください。それではね、この4つ開封していきたいと思います。もうさっきので分かったと思うんですけど、2つはサラセニアです。なのでまずはこのちっちゃい方からね、見ていきたいと思います。1つ目がこちら。あー、逆だった。虫取りスミレの木手爪になります。ギプシュコラで結構うにょうにょ系好きだなと思ったんで、今回試しに買ってみました。で、まあ これね、メキシコの子なのかな、だけどアメリカンに入る、ちょっと詳しくは分かんないんですけれど、まあ、この子結構頑丈というか、よく交配種なんかに使われたりするので、割と育てやすいんじゃないかなっていうので、ちょっとうにょうにょ系、もう一個ね、買ってみました。まあ、結構お値段も安く手に入れられたんで、よかったなと思います。もうちょっと見えちゃったんですけれど。お次は、こちらです。はい、ハエトリソウになりますね。ハエトリソウのワッキートラップになります。まあ、巷でバート・シンプソンっていうアニメキャラの頭みたいなね、捕虫用のハエトリソウと、まあニアなのかイコールなのかわかんないんですけれど、まあ似たような感じですね。こんな感じで、まあハエトリソウっぽくない捕虫用をつけるのが特徴です。で、葉柄もギザギザしてて、まあ、結構かっこいいんじゃないかなと思います。はい、頑張って綺麗にね、仕立てられるようにしていきたいと思います。はい、次からはサラセニアです。じゃん。ということで、モウセンゴケを買いましたみたいな感じで、サラセニアよりモウセンゴケの方が多いんですけれど、ラッキーですね。はい、今回はですね、サラセニアのフラーバルブリコプラの少し小さめのフラバを購入させていただきました。うちにもフラバいるんですけれど、なんだかうまくいかなくて、ちょっともう一回頑張りたいっていうので、ちょうど去年の和光で買ったフラバとちょっと色味違う、少し赤みの強い子ではあるんですけれども、すごい綺麗な子がいたのでお迎えさせていただきました。めちゃくちゃ綺麗だし、この蜜めっちゃすごいですねちょっと本当に私はサラセニア好きなのにうまく育てられないので、ちょっと頑張ってね、育てていきたいと思います。このモウセンゴケたちもこれ何ですかね、東海エンシスとかそこら辺ですか、ちょっとなんだかわかんないので、まあこれはこれでちょっと別に育てようかなって思います。はい、最後、私が一番
買いたいと思ってたやつ、こちらですね。はい、最後の購入商品がこちら、サラセニアのレウコフィラパブセントピンク。ちょっと意味調べてテロップ入れときますね。を購入させていただきました。私レウコフィラ好きなんですけれど、家にないんですよね。はい、どうすかこれ、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。めっちゃ綺麗でしょこれは一目惚れして、しかもサイズが結構でかくて、なかなかいい感じの補充をつけてくれています。実はね、同じタイミングでネットでレウコフィラ買っちゃったんですけれど、あのレウコ何種類か育ててみたいんで、ちょっと頑張ってね、育てていきたいなって思っております。はい、ということで今回の購入商品はこんな感じ。あともう一個ね、実は別の植物買ってるんですけれど、先ほど言った通りそれは後日ね、何かしらの形で紹介しようと思いますので、お待ちください。まあこんな感じでね、即売会っていうのはすごい綺麗な子、まあオーソドックスなんだけれども、あんまり売ってないような子だったり、まあめちゃくちゃレアな子だったりも売ってますので、ぜひ即売会の情報を、X なんかで収集してもらって、即売会イベントに参加してみてはいかがでしょうか。もしね、和光の植物即売会行った方、ぜひコメントで私これ買いましたよっていうのを教えていただけると面白いかなと思いますので、ぜひお待ちしております。これについてはね、植え替えはまた後日別で動画撮ろうと思いますので、よろしく、そちらの動画もね、ぜひよろしくお願いします。今回の開封、ちょっとでも面白かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。